サラピン京都番組では皆さんからのメッセージをお待ちしていますメールアドレスはマーク k b s、a r a、k y o t o s a r a ク k b s k y o t o ファックスは075431-2300075431-2300番です 皆さん、どしどしお送りください。さあ、時刻は2時34分ですけれども、えー、立命館大学では、地域の方々と連携して、さまざまな取り組みを行っているんですね。で、この番組ではです、ね、その取り組みを、立命館大学や市民の方にご出演いただいて、ご紹介していきます。 14回目となるんですけれども今日は廃棄物を出すことなく資源として循環させる循環型経済の実現を目指す団体ユニコーンをご紹介いたします。 えー、今日スタジオにはユニコーン代表で立命館大学生命科学部4回生の墨田幸乃さんそして食マネジメント学部3回生の松本愛理さんにお越しいただきましたお二方よろしくお願いしますよろしくお願いしますもう僕あのー、この番組一人でやってるでしょはい。もう二人来てくれたら一気に華やぎますねはい。<laughs> すごいウキウキしちゃってますけれども、はい、今日はよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずねこの ユニコーンという団体もう僕はもうユニコーンいうたら奥田民生さんという世代ですからあれなんですけども知ってます奥田民生さん <laughs> ごめんなさい知らないですすごいなあユニコーンねまた調べといてください <laughs> いい曲がいっぱいありますから、はいえー、でも今日は曲じゃなくって、はい、ユニコーンという団体がどういう団体なのかまず教えていただけますかはいいえっととーシティからコンポストを広げようという 頭文字を取ってユニコーンという団体の名前にしたんですけれども、はい、あの大学で出る食品残骸生ごみを堆肥、うんえっと、化して地域で資源として循環させようというモデル作りを行っている団体になります。はい それであの地域への食育の促進であったりとか滋賀、うん、の農家さんとのつながりというものを作っていって、うん、あの農家さんが収穫の時に出る、えー、と産業廃棄物を有効活用しようみたいなプロジェクトをやっていたりだとか、うんうん、そのような、えー、と地域での循環というものを促進する活動を行っていますうわ素晴らしいですよね。あの農家さんからら言た 出荷できへんなんかちょっと形が変とか、うんはい、大きさがその基準に達してないとかうん、うん、まあいろいろありますよね結構廃棄されるものではあるんですよねそうですね、うん、年間食品廃棄量っていうのが2550万トンあるっていう数字が出ていたりだとか、うん、その重さの感じが分からへんそんなトンに身近に感じれない数字ですよね。ね それだけたくさん食べられるものが、まあ、捨てられてきたというところあるんですけれども、えー、そもそもこの団体を立ち上げようとしたそのきっかけって何か住田さんあったんですか はいそうですねあの幼少期から私自身がすごい自然に触れる機会がたくさんあって、うん、家族でスキーとかキャンプとか登山とかにたくさん行く機会があったっていうところですよすごいあのいい経験させていただいて、はい、そこですごい自然が好きになったっていう背景があって、はい、でそこから中高学生あ小中学生とかになったら、うん、あの環境問題の知識とかが自然と入ってきて、うんうん、自分が大好きな自然がどんどんこう あの失われてっているみたいな現状をした時に環境問題に興味を持ったっていうのが最初のきっかけとしてありまして。うん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  で大学1年生の夏休みに、うん、あ今4回生なんですけれども、はい、大学1年生の夏休みにカンボジアに教育支援のボランティアに参加したんですね、うんえー、その時にあの最貧困層地域の食料不足みたいな現状を自分の目で見たことに対して帰国後に飲食店のアルバイト、はい、で毎日さ大量の食品廃棄を自分で行っていたみたいなところ、ね、であの途上国の現状を知ってるのに、うん、自分が日本で行っている行動の矛盾、うん、みたいなところから食品ロス問題に 興味無惨になったっていうのが、うん、えっと最初のきっかけとしてあります。で、食品廃棄のその現状っていうのを調べていく中で、うん、環境にすごい負荷のかかる仕組み処理の仕組みであるっていうところにすごい課題を感じて、そこに対して何かしたいって思いで最初にこの活動を始めたっていう形になります。素晴らしいですね。本当にもうね、僕もカンボジア取材行ったことありますけど、あの本当に貧しいとこは貧しいからね。で、世界中まあカンボジアのみならず。 あのご飯がもう満足に食べられないっていうところはものすごいたくさんあるし人もものすごいたくさんあの食べられないっていう人はいるんですよ。でまあ僕は子ども宅食っていうあの活動を京都でやってるんですけれども。はい やっぱ飽食の,の時代って言われて、うん、何でももうパッと買ったら食べられるというように見えますけど、うん、そんだけもったいないこともしてるということで、はい、松本さんはどうですかこれはい私も あのか自然はもちろん大好きなんですけれども、うん、あのフードバンクという団体で、はい、あの活動してまして、うん、フードバンクというのは、えっと、食品ロスを回収して、はい、そ食に困っている人たちに引き渡すというような活動,活動内容なんですけれどもそこでこう毎日大量の食品廃棄を、はい、食品ロスを目の,目の当たりにして、うん、であこんなに出てるんだっていうふうにびっくりして。うんうん、でその食品ロスをこうゴミや として廃棄してしまうのではなくって、はい、それを再びなんか大義にするとかして、うん、こうまだ新しく食を作り出すのもの、うん、ための大義にできないかなっていうふうに思って、うん、こう作り変えるっていうことに興味を持って、うん、でコンポストっていうやり方に関心を持って。 はい、ででこの活動を始めたいなというふうに思って、うん、始めましたあのコンポストっていう言葉がまだご存じない方もあのいらっしゃるかなと思いますんで、はい、ちょっと角谷さんこれコンポストっていうのはどうどういうことなんですかねコンポストっていうものはあの生ごみと,とか落ち葉とかの有機物を微生物の力で発酵分解して有機肥料にすることでして家庭用のコンポストであったりとか、うん、えっと ダンボールでコンポストみたいなものがあの、うん、最近発売されていたりだとか、はい、そういう風なものになってます。うん、あのご家庭でもね。あれかもしれませんけど、この生ゴミが、うん、あのちょっと化学反応して、うんうん、今度堆肥になって畑に撒いたら、はい、あの野菜元気に育つよみたいなのね。うんうん、ありますけど、はい、そうそういうのが最近ダンボール。 段ボールとかでも簡単に自宅でできたりとか、うん、あ,あと商品としても販売されていたりもものもありますこの時間は立命館大学、えー、地域連携コーナーということで立命館大学の学生団体ユニコーンのお二人お招きをして循環型経済を推進するという活動内容をお聞きしております。松本さん、はい、まこの活動を通じてね あのこんな方と出会ったとかあのこんな素晴らしい出来事があったとかなんかエピソードあったら例えば、はい、東京でご活躍のコンポストアドバイザーの鴨志田潤さんという方だったりととかあはサーキュラーエコノミー研究家の,、うん、あの安井明宏さんだったりとか本当にあの東京にお住まいなので実際にお会いすることはなかなかできないんですけれども。ね、今はね はい、あのズームとかオンラインで、うん、あのズームなどを使ってオンラインで、はい、あの交流するようなことができて、うん、でまたその,あのコンポストの地域単位で行っている体験談だったりとか、はい、海外におけるかそういう活動はどんなものがあるのかっていうのを、うん、あのアドバイスをいただいたりとかして、ええ、ですごくあとはまたあの社会課題に関心のある高校生、うん とあの一緒にあの出会ってプロジェクトを進めようという形で、うん、あのプロジェクトを進行したりして、うん、でそういうあの年齢とか物理的なその距離を超えて人とつながれているなっていうのをすごく感じています。本、うん、本当当ににねこののののの大学生生高校生の皆さんの世代っていうのは本当に次の、あのー なんていうかな地域とかあの世界を作っていく人たちですからあの本当にね素晴らしいことだと思います。であの、まあ、お二人が、まあ、所属されているこの団体ユニコーン、まあ、今はねコンポストっていう言葉皆さんインプットしていただいたと思いますけれどもこれを普及させていこうということなんですけれどもじゃあこれからこういうふうにやっていきたいとか。 ユニコーンが進む方向性なんかがあったら隅田さん教えていいいたただきたいですはいえっと、今は立命館大学の食堂で出る食品残骸を堆肥化するっていう堆肥、えっと、化して資源に循環させるっていうモデル作りを行っている最中なんですけれどもせっかく大学でやっているので。 そういうい科学的なアカデミックな視点からのデータ収集であったりとか、うん、あとは地域の方と一緒に堆肥化の作業農作業を行うといったように地域の人とのつながりを促進していくみたいなこともやっていきたいなというふうに思っています、うんはい、またあのこのモデルを他大学であったりとかき、えー、他の企業さんであったりとか、うん、他の地域にも広げていくといったことにも今後挑戦していきたいなというふうに思っています隅田さんは4回生ですからこの後あれですか就職するか大学院行くか。はい そうですね。今のところ就職を考えています。あ、そう、もう決まったんですか。 まあほぼほぼぼちぼちっていう感じぼちぼちもうだってドキドキする時期やもんねこの時期そうなんですよもうねおっちゃんはねあのあれなんですよ今大学院ねあの入り直してこの四月からねあの大学院生で今日もこの後ね講義行くんですけどその子供託食っていうのをどうやったらこう世の中に広められるかっていうのを研究してるんですよだから皆さんやってるこう活動もそれこそ ね、アカデミアでちゃんとこうデータ取って実証していくっていうのをやってもらいたいなと思って、はい、ねだからまあまあ就職されてもね,そう,ねそういうことはこう続けていけると思いますので副業的に活動に関わりながらも、うん、自分の,そのビジネス的なスキルも磨きながら、うん、サステナビリティだったりとか環境問題という領域に関わり続けたいなっていうふうに思っていますそういうことですよだから副業なんですよここからは。 ここからの時代はほんまにだからもうもう皆さんもだからやりたいようにやれるようにやっぱり社会もシステム変えていかなあかんというふうに思いますけれども、はい、松本さんは今後の展開どうですか、はい、そうでですすかはいそねあの先ほども言わせていただいた、うん、こうやっぱり活動していく中でいろんな地域の人だったりとかあとはまあ 高校生とかもががりりでできたりしているので、はい、でこれからはその高校生と一緒にあの子どもたちにコンポストって何かっていうのを教えるような食育事業だったりとか、うん、あとは地域の方とでなんか、あのー、例えばおむ大麦を育てていらっしゃる農家さんと一緒に、うんうん、じゃあ大麦を使ってストローを作ろうっていうようなプロジェクトを進めていったりとかして、えー、あのやっぱりそうやってこう。 より良い環境によい社会を作っていけるように活動していきたいなというふうに思っています。これねやっぱねこう世代のねこう違いっていうのはこう明確にあってね、まあ、Z 世代なんていわれますけどね、はい、あのさっき写真を見せていただいてきれいな映画界だったんですけど、はい、その絵の具は科学的なものじゃなくて。はいうんうん その食品にならなかった野菜からその色素を取り出して絵の具にしてるっていう話を聞いてあや,っぱりやっぱり明らかに我々世代より優れてるなって思うところは多いんですよ。<laughs> で皆さんがこうスタートしたこういったあの事業が多分次の今だから小学生とか中学生の子たちになったら 当たり前になってる。皆さんがスタートさせて、次の子たちもなんか立ち上げなっていうよりも、それがもう。 当たり前のこととしてあの自分たちが活動できるようなことになっていったら、はい、どんどん素晴らしくなるなと思いますし皆さんそれだけのこう重責を担っているというふうに思いますので、はい <laughs> えー、今後ともね、えー、頑張って活動をしていいいいたただきたいなという,ふうに思います、えー、今日は立命館大学の学生団体ユニコーンのメンバーで生命科学部4回生の隅田幸乃さん。 えそして食マネジメント学部三回生の松本愛理さんに資源と人のつながりがめぐる循環型経済の推進というテーマでお話を伺いましたお二方今日はどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたサラピン京都番組では皆さんからのメッセージをお待ちしていますメールアドレスは サラアットマーク KBS ドット京都 SARA アットマーク KBS ドット KYOTO ファックスは075431-2300075431-2300番です皆さんどしどしお送りください